匠のコーティングで汚れがつきにくいマット塗装。トヨタは、クラウン専門店、ザ・クラウン1000倍の特別使用車クラウンスポーツ RS ザ・リミテッドマットメタルを設定し、10月10日に発売しました。価格は820万円。クラウンスポーツ RS ザ・リミテッドマットメタルは、 2.5L プラグインハイブリッドを搭載したクラウンスポーツ RS をベースに専用色マットメタルと光沢感のある専用内装色ブラックラスターを組み合わせた特別使用車ですボディの表面にはマット塗装の手入れを楽にする特殊表面処理 TM コートを採用 匠の技術で薄膜かつ均一に仕上げたという特殊コーティングは、マットの外観に影響を与えることなく、持久力のある棒汚性、汚れ除去性を実現するといいます。標準モデルとの価格差は55万円。インパネ助手席側には、ザ・リミテッド・マット・メタルのレーザー加色や、ステアリングにライトグレーのステッチと、 ウォームスティールとダークグレーメタルの加色が施されます。その他にもデジタルキーの標準装備やシルバーの専用キーとフルブラックのリサイクルレザーケースが用意されます。販売はクラウン専門店のザ・クラウンの千葉中央、横浜続き、愛知高辻、福岡天神の4店舗のみとなります。 ラウン RS の通常モデルが765万円なのでその差は55万円人気のマットカラーなだけに今後市場価値が上る可能性もありそうです